私、本日の司会進行を務めさせていただきます逗子在住の泉龍太と申します。皆様どうぞ最後までお付き合いの方よろしくお願いします。クライマックスのプロジェクションマッピングになりましたよ。いよいよ始まりです。さあ、逗子メディアアートフェスティバルは2010年に日本で最初のパブリックなプロジェクションマッピングショーとして開催され、すでに今年で4年目を迎えたことになります。プロジェクションマッピングが有名になる前からやっていたということになるんですね。早いですね、もう4年ですか。
平田純正さんによるメイクアップ、そして2番目に、学習帳やそれからキャタログなどが出てきた、作品が審査員特別賞準グランプリを受賞しました、ドイヤヨサスオさんによるノート、そして最後にカラフルなたくさんの生き物が出てきました、昨年のグランプリ受賞作センピリアンパタールのハローフロムインドネシアでした。いかがでしたでしょうか。素晴らしい、さすがに帰れるですね。いいものを見せていただきました。審査する審査員の皆様をご紹介いたします。まず寿司市を代表しまして、寿司市長の平井雄一様です。平井様ありがとうございます。なるほど。そして伊予マスコと情報科学芸術大学院大学教授の坂松正幸様です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、お願いします。お願いします。ありがとうございます。そして審査委員長を務めますのは、寿司メディアアートフェスティバルの総合プロデューサーでプロジェクションマッピング協会代表理事の石田道之さんです。お願いします。よろしくお願いします。そして今ご覧いただきました、昨年度のグランプリ、まさか、はい、来てくださいました。なんと海を渡ってこんばんは。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何？何でしょうか？まずプロジェクションマッピングってどういうものかっていうことを、はい、説明したいと思います。まあ、もうすでに皆さん目の前で